皆さんこんにちは、まもです。今回のテーマはチャンスボールを打たれた時の対処法になります。試合中打ち損じたり相手に押されたりして自分のボールが浅くなってしまうことはよくあることだと思います。そうなると相手はオープンコートに対して速いテンポでボールを打ってきますよね。打ち込まれてしまった場合、やみくもに返球しても再度攻撃をされてやられてしまいますよね。だからといって当てて返すだけでもやられてしまいますし、強く打ち返すとミスるし、なかなか難しいと思います。そこで今回の動画を見ていただければ、バランスを崩されてミスる、チャンスボールを打たれたら負ける、相手の流れになるなどを一気に解決できるようになります。今回順番通りに解説していきますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。そして私のチャンネルではテニス好きの方やこれからテニスをやってみたい人に向けてのテクニック修正法や、普段皆さんが時間がなくてやらなかったことを検証してみたり、テニスの知識などを様々な角度からお伝えしております。今回のこの動画が良かったなって少しでも思った方は、ぜひぜひコメントの方をよろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、相手のチャンスボールを返球することができるとどういういいことがあるんでしょうか。まず一つ目は、相手の力を利用してポイントを取ることができるようになります。相手のチャンスボールにはエネルギーがあります。ですのでコンパクトにターンをしてもミートさえしっかりできれば十分強いショットは打てます。例えばこのように体の切り返しでボールを捉えていくことで簡単に返球できるようになります。二つ目は、短くなっても怖くなくなります。相手に打たれても相手の力を利用して打ち返すことが可能になれば精神的に楽になります。そして最後3番目は、試合の流れが変わります。決めたい場所でポイントが取れないのは苦しいですよね。決まらないようになると多少無理してでも決めに来るようになり、そのようなことはなかなか長続きしません。ですので相手の心を揺さぶるためにもきっちり返球できるように練習していきましょう。そこを理解していただいた上でイメージしながら聞いていただけると嬉しいです。次、どうすればうまく相手の力を利用して返球することができるのでしょうか。今回はオープンコートに打たれた遠いボールの返球に対して、クロスへの返球方法とストレートへの返球方法を紹介し、この両方に共通する点も紹介していきます。クロスへの返球方法は、反復横跳びを意識して返球する方法です。スイングをするのと同時に体を外側方向に、反復横跳びのようにサイドステップをすることでラケットを追い越すことができて前方向にスイングがしやすくなります。次に、ストレート方向へのスイングについてです。軸足でしっかりマッチ、振るのと同時に踏み込み足を進行方向に踏み込みます。この時のスイングはテイクバックを自分にとって右側にセットし、打ちたい方向へまっすぐ出すようにしましょう。また2通りとも相手に打ち込まれて時間がないことが前提ですので、踏み込みとスイングを同時に行うことでボールを返球していきます。このことを切り返しの動作と言います。切り返しの動作の特徴は、軸足のセットを本来打つべきポイントより遠くにセットすることになります。以上、注意して返球してみてください。セットは遠く、体を切り返して返球する。この切り返しの動作は相手がショートクロスに打った時も有効になります。ぜひ活かしてみてくださいね。今回の注意ポイントはこちら、距離感に注意しましょう。相手が攻めてきた場合、焦ってボールに近づきすぎてしまう人がほとんどです。ボールとの距離感が詰まってしまっては切り返しながら返球することはできません。一瞬止まり、体の前にヒッティングスペースを作ることを心がけましょう。それではもう一度、クロスとストレート方向への切り返しのショットを見ていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。最後にまとめの前に少しお知らせがあります。短編映画「成長の先にあるもの」はもうご覧になりましたか。この映画は人が成長していった先にある何かに気づけるような新感覚のレッスン映画となっております。まだの方はぜひ概要欄の方からよろしくお願いします。また作中に出てくるようくんと新しく YouTube チャンネルを立ち上げることになりました。ぜひそちらも概要欄の方からお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok も引き続きよろしくお願いします。それでは最後にまとめます。自分の返球が浅くなり相手に打たれてしまう場合は、余裕を持つように手前で止まり、切り返しながら返球をしましょう。
この時の注意点はボールとの距離を空けて打つべきヒッティングスペースを持つことになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。